れたりとかしてません？大丈夫です。うん。どつかれたりとか大丈夫です。え？どつかれたりとかしてないですね。あのな。隣に対してなんか暴力。いやいや、口論になってるっていう話で来たから、私ら、110番入ったんですよ。口論になってるって。そう、今。誰と？で、誰かしたらこいつやろ。いや、わかんない、その辺。こいつやろ。そうなんですか。こいつ喋ってるから、通報しとったから、俺そこに今 GoPro 置いて、はいはい、喋っとっただけですか。そうかもしれない。ようか、原付で今帰ってきたとこですか。カンパな、あ、もうんだけどな、カン曲がってきて、はい、俺子供と小学生と喋っとって、はい、うん、なで、ずっと俺を睨みつけてずっとふかしながら来てん、カンパな、はいはい、ほんでカンパバシャンと入ってん、はい、警察官来た。ほんでずっと俺そこで子供らが、はい、YouTuber で言って1万3000人4年で言って、あ、な、ここのね、給料なんぼや10万ぐらいしかないよ、そんな聞かれたんですか。お前ら働いて10万やったらええんか、いやあかんわっていう話をして、お前でもなって、おっちゃんもだんだん有名になってくるやっけ、うん、有名になってきた時にサインしたれへんぞ、こんな動画見るわって、うん、5回も6回も見とくわ、うん、っていう話やって、そう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 、小学生ぐらい、あれ何年かな、あ、もう2年ぐらい経つか、3年、小学校3年生ぐらい、3年ぐらいだから、1人は佐賀急便で働いてる子の息子やねんな、うん、で今なんかその連中らで何人かは知ってんねんけど、うん、名前とか知らんで、で喋っとっただけ、そうそう、親は知ってるとかで喋っとって、でサイン、YouTube 見るからサインちょうだいなって。向こうの人は喋全く喋ってもない。だからその間な、ブーッと睨んでくんねんか。来ただけ。な、睨んでくんねん。で、子供らも見て、うん、え、何睨んでんのみたいな。うん、で、子供らが分かったから、俺が、あれが事故のあれやで。あ、で、ここ通報してんの、その子供ら見てるから、うん、警察来とったやん。今日も来とった、来とったよ。うん、だからおっちゃんがお前動画撮っとってん。で、初めは、警察来た時しか撮られへんやろって、うん、でも初めの挨拶とかは後から撮れるやん、そうやなー言うて、ほんならそれで初めて動画が成立するやろって、おっちゃんすごいわー言うて盛り上がって、いや、分かりますか、え、いい、いいですよ、俺がなんか暴れてんの、いやいや、そんなんじゃなかったの、何やった、全然大丈夫です、今言うたろこれ、いや、もうその、何やってください、ちょいちょい、今はもう落ち着いたの、これご主人はどこか連れて行こうという気もないですし、ちょ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 、話聞くだけ、今日俺何連れて行かないの、え、聞く、行くつもりもないですし、今の子供ら呼んでみたろか、あ、いいですよ、もう分かるんで、助けて、大丈夫大丈夫、助けて笑っちゃう、お前、おい、助けてくれや、助けてくれや、あ、知り合い、子供たち、あ、知り合い、ほとんど知り合い、そうなんですね、あれが今の子だよ、今の子がここ辞めて、その時に先生と揉めて辞めて、その先生も辞めて、その直後から来てる、あ、そうなんですね、それは多分ここでうちの客で喋ってるから、うん、客って分かってあえてやってきてる、うん、こいつやっぱりな、俺な、最近おかしいなって思ってんやんか、何そういうことか、気がつかんもん、てかなくなってますね、じゃあ俺初めから言うてるやん、年末に、ね、僕春ね来た時、4月ぐらいか3月ぐらいか、あ、来たな来たな、そうそうそう、俺片付けるからもう言わんとてこいって言って、俺年末に片付けるっていうような計画を立てて、うん、で年明けからぼちぼちしていこうか言うても仕事がいっぱい入りすぎてできへんかったから、ほんでしゃあないから、あのぼちぼちしようかなという矢先に通報あったから、うん、だから社長、あの一応なんか子供さんなんかその塾と関係ないみたいやけど、通ってる子供さんなんか話とかしてたの、今ちょっと YouTube の話をして、 YouTube の話をしてただけで、ね、どんな話をしてたんですか、今言うたで、あ、言うてくれた、ごめんね、まあ、全然関係ない、ただだから、いや、YouTube、俺が YouTuber やから、こっちの塾はどうだろうとかいう話はしてない、うん、あの見えへんかったらな、俺が有名な時にサインせえへんぞとか、収入はなんぼやとか、じゃあ俺な、
一言だけ言うたで、はっきりこれだけ言うてあるけど、この子がな、あの俺を睨みながら来たわ。大丈夫大丈夫よ。ほんで結局睨みながら来たから、子供らがその子供は知り合いなの。知り合い、知り合いの言うことは関係ない。だからな、その子供に全員見るやん、バイクが来たからな、俺も見るやん、全員見て、そいつが 俺を睨みつけてんねんけど、子供らにも睨みつけてるっていうな。でそこで何か何言うたりしました。ん、何やったか、一言だけ言うたり。ああ、れが軸のやつや言うてな。ああ、それだけ。そうそうそう、了解了解、あれが軸のあれや言うて、でそら子供らは知ってんねんで、了解、通報してるのを知って YouTube 見てるから、わかるやろ。でそのだから通報とかそんなんとかそんなんじゃうで、 YouTube の動画を作り方とか、再生回数がな1日1万再生ぐらいあるんやとか、そういうすごいやな、1万再生もなんですか、1日。じゃあ10日ほっといたら、いやけど10万再生、そういうわけにはない、収入がない、収入ちょっとしかない、10万再生って相当ですもん。だから少ない時で6000再生ぐらいもあるから、平均したら1万ちょっとぐらい、20な7万再生ぐらいな、やけど10万ぐらい知れた。 YouTuber にはならしちゃうから子供生まれても YouTuber で届かなかったらしいって。俺一番初め野球を教えてるからな。あ、そうなの。ソフトとかな、 YouTuber でなあかんな、言うで、時給400円やるか、やりませんだからそういう感じやから、そんななんかね、見てるわけだよな、ただの世間話でたぶん、そういう感じ